皆さんこんばんは。今日はこちらのミラーリングの話題でご紹介をしていこうと思います。以前私の動画の中でご紹介してたミラーリングの内容なんですけれども、今これ iOS が 16.31 となっているんですけれども、この16になってからミラーリングができなくなってしまった。 Amazon プライムで動画を視聴するときにミラーリングが見れなくなってしまったという問題がありました。で、今回もそれは実は改善されているということで、コメント多く寄せていただいてたので、まあ改めて、まあ動画にしようということで今回ご紹介をしております。で、これを、まあ検証するまでもないかもしれないんですが、まあ実際に見ていただいて、まあ納得していただこうということで、今日は一つご紹介をいたします。で、もう一つは、まあ、今回私もボクシーハイブリッドを購入して、まあ自分の車になって、この車内 Wi-Fi が使えるようになりました。こちらになります。で、車内 Wi-Fi を使うことによって、より一層ミラーリングよりも AI ボックスの方が使いやすくなったと、まあ、いうことが正直あります。車内 Wi-Fi を使えるお車に、まあ、お乗りの方は、まあ、特に AI ボックスを導入した方がより一層いいよと、まあ、いうことで、ミラーリングとの違いと AI ボックスを導入することによるメリットについてご紹介をしていけたらと思います。で、まずはミラーリングの方を開始していこうと思うんですけれども、ミラーリングするときはこのように、まあ、オーディオ選択をしないとなりません。で、こういった形で、まあ、ミラーリングがもうすでにできている状態になっているんですけれども、まあ、これによってミラーリングが完了するということになります。で、もちろん後ろも映ります。で、Amazon プライムが見れるのかということで見ていくんですけれども、このように Amazon プライムビデオという画面が携帯に出てきます。で、画面なんですけれども、今ちょっと止まっちゃってるんですけれども、ちょっと待ってみたいと思います。はい。ちゃんとこのように画面が止まるということもないですし、ちょっと一瞬音出します。はい。音もしっかりと出ます。で、もちろん、このミラーリングの売りでもあります、後席モニターでも見れると。少し音出てるのがお分かりいただけると思うんですけれども、このように見れると、まあ、いうことになります。ここからはミラーリングとの違いということで、まあ、AI ボックスの特徴をご紹介していこうと思います。で、まず、ちょっとエンジンを切ります。まあ、ハイブリッドなので、まあ、パワーボタンになるんですけれども、で、ここから車に乗ったとします。ここちょっと注目していただきたいんですけれども、パワーボタン入れます。で、ミラーリングとの違いという観点で見ていただきたいんですけれども、今ナビが、ディスプレイオーディオが立ち上がりました。ミラーリングの場合ですと、オーディオ選択で HDMI を選択しなければならないということと、まあもちろん、携帯を出して、携帯をこのスマホのスタンドに乗せて、で、かつ、ライトニング の、 このケーブルを刺さなきゃいけない。まあそういったことがもう常にあったわけなんですが、これはもう何にもやらなくていいということがあります。まずここすごく大きな違いになります。で、さらにもうすでに Wi-Fi も繋がっているといった、まあそういった状態になります。これは非常に大きいと思います。で、例えば YouTube を見るということで、次にタッチパネルが使えるということになります。ミラーリングは、ここに携帯がありましたけれども、携帯を操作しながら、こちらのディスプレイも見なければならないといった、まあそういった状態だったわけなんですけれども、これはタッチ式パネルがもうそのまま使えてしまいますんで、携帯を操作しながら、このナビ画面を見るという、そういった操作をする必要というものは一切なくなる。
もうダイレクトで操作ができると、まあ、いうことになります。そこもものすごく大きなポイントになるかと思います。で、AI ボックスによっては最近プライムビデオが見れなくなっている AI ボックスもあるんですけれども、今回のこの今使わせていただいている AI ボックスはまた後ほどの動画でご紹介するんですけれども、しっかりとプライムビデオも見れる AI ボックスになっております。このように映画も見れる。で、音声もちゃんと出ます。はい、音声もしっかり出ますし、後ろもちゃんと映るようになります。AI ボックスによっては HDMI 出力がついてるんだけど、後ろが映らない AI ボックスもあったりというのもご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、今回これ導入しているものに関しては、適合範囲が非常に広がっている機能というものがついておりまして、その心配というのも一切ないというものになっております。はい。ということで、プライムビデオももちろん見れるし、YouTube も見れるし、で、じゃあカープレイ使うときに、携帯出さなきゃいけないじゃんかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もう、私最近カープレイ自体も使っていません。で、YouTube で、例えば音楽聴きたい。YouTube で音楽聴くのはちょっとめんどくさいので、この YouTube Music っていうのがあるので、まあ、これで最近私音楽聴いています。で、今までは Amazon Music で聴いてたんですけど、あれは1080円やはりかかるんで月に。これだったら、まあ、ただだということです。ただ、社内 Wi-Fi 使うのに1100円かかるんで、じゃあどっちを使ったらいいのかっていうことで考えると、まあ、総合的にやはりこの、社内 Wi-Fi にお金をかけた方が、まあ、見れる、使える、用途というものが、やはり AI ボックスが非常に多くなりますので、非常にメリットがあるなと思います。最近はもうこれで見ています。こちらでもしっかりと音楽聴けますので、これで動画を流しつつ、音も流せるという、非常に使いやすいものになっているということになりますので、もうこの Android で全て完結できてしまうということになります。これ U2X と同じような機能がついていて、これ一画面で全部のアプリが見れるようにもなります。これすごく便利だなって思うところなんですけれども、まあ、こういった使い方もできるということになります。で、マップ、これありますんで。で、当然このような形で Google マップも使えますんで、もうすべてこの Android OS 上でことが足りちゃう。で、カープレイをわざわざその使う理由っていうのがない。で、電話がかかってきてもちゃんと電話もかかってきて、来たっていうこともこの Android OS 上の中で当然使えますんで、特にカープレイにする必要性っていうのがもうなくなってきてるっていうのが現状なんじゃないかなと思います。まあ、こういったところまでも機能が全部深掘りして使える、これ自体がもう端末になっちゃってるので、全くミラーリングとは違ったもう世界になっている。今回使っているこちらの AI ボックスはまた後ほどご紹介いたしますので、詳細はそちらの動画でご覧になっていただければと思います。はい。ってことで今回なんですけれども、こちらにありますミラーリング。それから、こちら今 Android OS 上でモニタリングしてますけれども、AI ボックス。まあ、比較の観点でミラーリングとの違いについてご紹介をいたしました。最後に、この AI ボックスを導入するメリットをご紹介して終わりにしようと思うんですけれども、やはりメリット、先ほどもご紹介した通りなんですけれども、パワーボタン、これをもうオンオフするだけでネット環境というものがもうそのまま使えてしまう、もうハンズフリーの状態でネット環境がそのまま使えてしまうということが導入するメリットになります。繰り返しになりますが、はい。こういった形で、もう何もやらずとも、勝手に立ち上がってくれて、さらに社内 Wi-Fi 使えるお車の場合ですと、このように、もう待っているだけでそのままネットが使えてしまうということで。で、かつもうタッチパネルで、さらに月額1100円。まあ、トヨタの車の場合ですと、まあ、こちらを見ていただければわかるんですが、この社内 Wi-Fi 月額1100円で、まあ、使えてしまうということで、この社内 Wi-Fi と AI ボックスを連携することによって、もう最強のオーディオができるようになると、
まあ、いうことで、今まで携帯がないと何もできないよというような状態だったのが、携帯がなくともネット環境が整って移動時において不足を感じることがないと、まあ、いうことで非常に導入するメリットとしては高いと、まあ、いうことで今回ご紹介をさせていただきました。ということで今回はこちらミラーリングについての最新のご紹介と AI ボックスとの比較によるミラーリングとの違い、また特に車内 Wi-Fi を積まれているお車にお乗りの方にはおすすめしたい AI ボックスを導入するメリットについて今回ご紹介をさせていただきました。また皆様にとって有益な情報をご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それでは次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。